わしのチャクラを存在に扱いよる。いよいよ寂しくって話し相手が欲しくなったのは分かっけど、話は戦争の後だ。じゃあな。どの道相手を倒せば敵からの憎しみを受ける。いつまでも俺を舐めてんじゃねえぞ。受け止めることができるのか。戦死者も多く出ているはずだ。そもそもだ、お前のそばにいたサスケはずっと憎しみに囚われていた。お前は誰であろうと憎しみを消してやることも受け止めることもできやしない。おい、自分が決めたことに疑問持ったら終わりだ。サスケは何とかしてみせるし。あのチンチクリンが随分と立てつくようになったじゃねえか。いつかおめえの中の憎しみもどうにかしてやりてえと思ってる。お前はバカか。わしはヒューイだぞ。なら OK だ。俺はチンチクリンじゃねえし、そっちの方がやりがいがある。俺たちはお前らを信用しない。信用されだけ。今はそれでいい。ナルト、お前がわしにわしたち美獣に何を語ろうと無意味だ。出発ですか。ええ、ここでの戦闘は終わっていますし、私たちもナルトとビーさんの応援に向かわないと。それよりナルト君たちが心配ね。でもあいつはいつだって。さくら、準備は。はい。よし、大体分かった。急げ、マダムの奴がお前の居場所を嗅ぎつけた。このまま四尾ごと俺の中へ引きずり込んで。ナルト、出ろ。ハク途中影分身の術。うまい。外出た。あとは首元には杭が刺さっているはずだ。そっからチャクラの鎖が出て俺たちを縛る。美獣化ででかくなってる分、人中力の刺さっていた場所から少しずれて。往生際の悪いやつだ。とにかくその杭を引き抜き。見つけたらあれだってばよ。だが簡単じゃねえぞ。俺は操られてて攻撃を止めらんねえ。分かってる。それは俺たち美獣でさえ押さえつけるほどの拘束力を持つ。俺は火影の名前をもらうんだってばよ。お前ら今に見てろ。里のみんなに俺の力を認めさせてやんだよ。多重影分身。影分身の術。でバッカみたい。そんなのいるわけないじゃん。遅くなって悪かったな。おかげになるものはそういう運命で生まれてくる。まっすぐ自分の言葉を曲げねえ。この気にさせんのはよしな。
だから夢見がちなガキが。だから馬鹿げた夢を平気で口にする。だから諦めない。螺旋丸。答えを持たぬお前ごときが諦めろ。諦めろ。螺旋丸。俺たちが呪われた世界に生きている限り、そんなものありはしない。俺は諦めねえ。お前、今のは全部この本の中のセリフだ。本の最後にこの本を書くヒントをくれた弟子のことが書いてあった。この本の主人公の名前、それがナルトだ。よく帰ってきた。信じてたぞ。おかえり、ナルト。なあキュービー、俺はな、いつかおめえの中の憎しみもどうにかしてやりたいと思ってる。お前がわしたちビジルのために本気で何かしてやりたいと本心で思うなら、よし。本体はちょうどこの外側あたりか。さっき手荒くなっちまって言ったから。ナルト、それはお前だろう。カワズ叩き。そう、それがお前だ。あの杭はな、人中力の体に俺のチャクラを一時縛り付けるもので。お前、それ本当に当たり前だ。俺は俺の止め方を教えてまでだ。助け方までは教えてねえよ。その前にお前に渡してもらう。何？いいもんだ、そのうち役に立つぜ。早くしろ。一匹止めるだけでくたばりそうだな。しかし出し惜しみはなしだ。見てろよ、最近はよく話しかけてくるようになったじゃねえの。向こうのマダラの時はサンキューな。そもそもこの檻のせいでチャクラをやれたのはスズメの涙ほどだろう。お礼したのになんで怒ってんだってばよ。その目つきは治んなくても、お前とわしのチャクラをくっつける。チャクラの綱引きかよ。バカ、今回はやらなくていいんだよ。行くぜ、Bのおっちゃん。美獣化できねえお前が前に立つな。Bのおっちゃんもハッツンも怪我してっから。お前、まさかキュービと。あいつはこの俺が認めた優秀な生徒だ。あいつはもう人の心の苦しみを知っている渦巻きナルトだ。おめえはこの学園の俺とコンビのクラマだ。さあ行こうぜ。左目のカムイで飛ばす。これだけの数、動力だけじゃ無理だ。ナルト、向こうがヤバいぞ。美獣玉を5つも至近距離で。先生、邪魔が。
これが美獣の力か。来たぞ。うわぁ、ナルト、ついにやったのか、美獣か。キュービのやつ、まず全員の杭の位置を確かめんぜ。人数が多い分、損の時より手荒くなっけど。くわれ！これじゃまるで怪獣送信劇だな。おい、かなりでかくないか。二重だ！クラマン、うん、4尾の時とは違う場所だ。え、見ろ、ここには人中力もいる。あ、よくわかんないけど、とにかくみんないるし、鎖もねえし。人中力と美獣を代表して感謝する。会いたかったよ、渦巻きナルト。それなのに、それだというのに、もうお亡くなりになっていると思うと。サスケとキスしちまったんだろ、お前。ああ、名も思い出させんな。え、ヨンビってじゃあここにソンもいたのか。それとあいつに俺のチャクラをほんの少しだが渡せた。あいつはお前らも助けようとここまで来る。じゃあ先行ってるぜ、ヨンビ。もしかしたらだが、手仕掛けの大野木より頑固なてめえが死んで随分と丸くなったが。お前の人中力になって40年余り。なら俺の名も工場全部行ってみやがれ。俺たちは四尾の訴えで集い、お前に聞かせ渡すものを約束してここにいる。そうなったのはここより四尾と老子がいなくなって後のことだで。四尾、いや、孫悟空との約束を果たします。僕の名はイソブ、一度会ってるよね。私は国王ハンド。俺はよ、サイケンってんだ。孫悟空、国王、サイケン、長明、勇気、クラマ、そして私の中にいた時と違い、正しく導かれ。長すぎなんだよ、ジジイ。お前らもそう思うだろう。ナルトはジジイろ。そうね。よくやったぞ、ナルト。キュービまで完全にコントロール下に置くと。難しい名前、一度にたくさん教えてもらったからよ。